ただいま茨城県近代美術館では1月17日まで幸せはどこにあるという展覧会を開催しております。幸せというテーマをキーワードにですね、コミュニティ、仕事、逆境、ユートピアという4つのキーワードで幸せを探していくという構成になっております。今回出品された136点の作品すべて当館の所蔵品からなっている展覧会です。愛蔵品展という枠組みを作りまして、愛というのは私の所蔵品、それから茨城の所蔵品、それからハートマークでくくられてますので、I love 茨城という意味を込めて、展覧会を作っております。最後の章が理想郷ということで、理想郷というのは、人が幸せを考えた究極の形とも言えるものです。こちらの作品のような、桃源郷を描いた作品など非常にですね、楽しい気持ちになって帰っていただける作品がたくさんございますので、ぜひ、お正月明けには当館、茨城県近代美術館にお越しください。